11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回。今日もフリーテーマでお電話、ファックス、メールお待ちしております。最近の身の回りの出来事、この週末の予定、アッコさんへの質問、何でも結構です。受付電話番号は東京 03-3211-3222 03-3211-3222、 ファックスは 0570-021242 0570-021242。メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com でお待ちしております。今日はもう本当にいつものようにいっぱい届いてるんですが、はい、中野区のラジオネームスージーさんは、今日はもう本当にいつものようにいっぱい届いてる、なんちゅう日本語や、ね、今日はもう本当にいつものようにいっぱい、何、今日も本当にいつも通りたくさん届いておりますが、だろうなほら、用が切ったかどうか思い出しちゃうからさ、ちゃんと喋ってよ。ラジオネームスージーさん、はい、上戸彩さんとのお話を聞いていると、あ、はいはい、暑さを忘れて何かほのぼのしましたね。かわいいでしょ、上戸彩さんもかわいいです。かわいいのよ本当に。が、そういう上戸さんに愛されるアッコさんも素敵ですね。あ、どうもありがとうございます。いつかドラマで親子役をやってほしい。いや、ライバルでやりたい。親子は無理ですよね。親子もやってみたいけどね、おかしいでしょ、この親にあんな子がいたら。そうですよね。大丈夫かな。まあドラマは何でもありですからね。最近の技術をもってすれば。いや、あの子ね、ほんと素直でね、でどっかロケ行ったりしたらね、私があんこ好きだって言うとあんこ送ってくれたりとか、で、あんこ大好きなあこさんがまた大好きってメール来るんで、そうです、優しいのお漬物を送ってくれたりね。よく気がつくいい子ですよ。はい、はい、ラジオネームターボーさん、茅ヶ崎市の方ですね、はい、日本放送の日曜日の三宅裕司さんの番組、はいはいはい、サンデーヒットパラダイスでアッコさんの、はい、今夜は夢でも見ましょうかがランクインしておりました。おー嬉しい。番組内でもアッコさんの、はい、ジャケットの写真が話題になっておりまして、はいはい、三宅裕司さんも、はい、いやーこの写真だとアッコさんってわからないなと絶賛しておりましたが、はい、あ、でも手の大きさと指の太さでアッコさんってわかるかと言ってましたよ。もうね、濃い目のジャケットね、勝俣もね、まあいいよ、この間その YouTube ご飯食べた時話題でね、一応ポスターみたいな貼ってあるんですよ。それ見て、あれ奥さん上になんかクラブ開いたんですか。うまいでしょ。うまい。さすがです。いや、あれはちょっと私とは思わないですよね、やっぱり。すごいですよ。はい。あのうちわ、あの、サカスに行くと、はいはい。アコさんのあのジャケットが写真のね、うちわがあったり、はいはい。あれ、うちに置いてあるんですけど、はい、なんか変なの。なんで？やっぱ、アッコさんだってわかるんですけど、うん、こっち見てんですよね。はい。で、綺麗じゃないですか。はい。なんか、変なんだよ。気分になるんですよね。ムラムラ。ムラムラでしたら僕も一人前なんですけど。ほらおえおえ。おえおえっても、いや、不思議な、なんとも表現できない。うん、そうなんですね。あとですね、はい、先週、はい、クイズ和田オネアに出演された方からもメールいただいております。あの、当たった人？当たった方です。ああ、はい、トラクターをなんか運転しながら、福井県の方ですね。はいはいはい、はい、福井県坂井市のラジオで家帰って赤飯炊くとかおっしゃってた。はい、はい、ジッチーさん42歳、はい、今日も福井は夏真っ盛り、絶好調の暑さです。はい、やっぱりね、先週はお世話になりました。いいえ、賞金も嬉しいですが、はい、アッコさんと会話ができたことの方がめっちゃ嬉しいです、ね。ああ、よかったよかった。最高でした。はい。翌日、はい、村中の有名人になりました。あれ？じゃあ村中で聞いてくださってたのかな？あの、和田オネアをこう聞いている人たちが、うん、もう声と話し方で私だと分かったそうなんです、ね。なるほど。で、あ、そうよね。あの時はね、ラジオネーム、のじっちさんね。のじっちさん。はい、分かったと。はい。本当にいい記念になり、みんなに日曜日、羨ましがられましたと。ああ、よかったですね、まだまだチャンスありますからね、はい、送り続けてください。はい、ということで、うん、そんなクイズ和田オネアですが、一応今週も予定では12時50分頃ということになっておりますが。うん、予定ね。予定です。うん、あくまでももうクイズ和田オネアの時刻は、予定になってしまいました。うん、はい。これはあの電話で参加いただくコーナーです。はい、クイズに
介されると賞金1万円を1人に差し上げます、はい、番組の中で紹介された場合このクイズの回答者に選ばれないのではないかという懸念をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、これも先週ちゃんと証明されたように、はい、読まれてもクイズの回答者になる場合がありますんでね、うん、ぜひぜひ許すことなく、はい、番組最後までお付き合いください。お電話ファックスメールくださった全てのおかしいな、油断する、油断することなく、番組、いや落胆することなくだ、落胆することなく、私は言おうか、ほんならその人を転生してくだされば OK です。電話ファックスメールをくださった全ての方の中から抽選の結果、はい、こちらから番組中にお電話します、はい、番組の中なっこさんの発言がクイズの問題になっておりますので、はい、とにかく番組を必ずお聞きください。そうですね、電話番号を書いてくださった方もれなく抽選の対象になります、はい、5回コール以内に出てくださらないと失格と、はい、なっておりますのでね、必ず電話番号とラジオネーム匿名でも結構ですが本当のお名前と住所もぜひ書いてください。お願いいたします、はい、そして12時台の名曲ディスカバリーですが、うん、先週お送りする予定だった、はい、のがですね、アッコさんのあの鐘を鳴らすのはあなたの聴き比べです。でこれ今週の水曜日8月1日阿久悠さんの命日でした、はいはいはい、2007年にお亡くなりになってからもう5年ということになるんですが、はいはい、まあ、アッコさんにとっても阿久悠さん本当に大切な存在と、はい、もう歌手はなんかこうアクさんなしでは語れないですね、はいはい、代表曲いっぱいあります。そうですよね、そんな阿久さんがアッコさんのために書いた数々の名曲の中から、うん、あの鐘を鳴らすのはあなたの聴き比べをお送りすると、うん、いうことで、今週、はい、あ、今週お送りします。先週やろうとしたあの鐘を鳴らすのはあなたですがってあなたおっしゃいましたけど、先週やろうとしたなんて一言も言ってませんから、そう言われ今のも違いましたね。わかんなかったですよね。それはどうしよう、先週お送りする予定だった8月1日がアクさんの命日なんで、そこであの鐘を鳴らすのはあなたの聴き比べをやろうと思ったんですがっていう言い方なら分かるけど、あなたの今の曲自分が理解してるけど、これ知ってる、お任せでもよく言う公開生ダメだし。起きろ今一瞬あまりの記憶に眠ってしまいました。だってあの鐘を先週お送りするはずだったあの鐘を鳴らすのはあなたの聴き比べて、先週聞いてない、そんなこと一言も言ってない。そうです、そんなの11時の時点でもうやめようって、ディスカバリーをやめたわけですから。8月1日は阿久悠さんの命日でございましたが、はい、阿久悠さんもういい、今説明しました。ということでもう一つ説明よろしいでしょうか。はい、何でしょうか。パソコン、スマートフォンなどラジコで番組を聞くことの場合、それちゃんと、はいはい、お手数ですがファックスメールにラジコで聞いていますとお聞きください、はい、もしラジコで聞いているという方が選ばれた場合は問題を読み上げてからある程度時間を空けてから、うん、電話をかけたいと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。たくさんのお電話ファックスメールお待ちしております。お待ちしております。それでは